はい、どうも、くまさんです。あのね、今日はね、あの、集まれ動物の森について。これね、くまさんね、家にね、スイッチがね、2つあるんだけど、あのね、集まれ動物の森のソフトもね、2本買いました。 日本買ってね、娘と一緒にやってます。楽しいんだよね。これ、ね、ほんの楽しいよ。もう、クマさんね、あの仕事自粛中の時とかね、1日12時間くらいやってたよ。頭おかしいでしょ。頭おかしいでしょ。でもね、街を作っていく、島を作っていく、自分の経済圏を作っていくのは、なんて楽しいんだと。ちょっと、なんかね、中国のね、金平さんのね、気持ちが分かってしまうようなゲームなんだけれどもね。で、クマさんのね、クさんのね、娘もね、やっててね、娘はね、きっちりね、あの、学校、小学校休みなんだけれども、勉強はちゃんとしてるんですよ。もう賢いなと思うんだけれども、勉 すごいねほんとねそして娘のね島と行き来をしてねもう親子でキャーキャー言ってたからねこれ持ってない方はね是非買ってほしい今日本人のね8人に処人がねなんとねこれを持っているっていう。 恐ろしい状態みたいなんだけれども、持ってない人はね、これやってみてほしい。あの、親子のね、共通の会話がね、いっぱい増えて楽しいぞ。うん。でね、この集まり動物の森のね、この攻略本出てるんですよ。で、これね、熊さんね、田舎住まいだからね、まだね、残ってたから買っちゃった。うん。楽しいよ。この本、本当に楽しいよ。うん。でね、これがね、今ね、転売でね、もう値段高騰してると。で、営業再開した書店にね、まあ、行列ができているっていう、そんなお話なんですよ。いやー、すごいな。これ多分ね、転売屋なんですよね、おそらくね。うん。 でえー、でこれね、任天堂が3月20日に発売したあスイッチ用のゲーム、えー、集まれ動物の森が発売6週間で1300万本を超える驚異的な売り上げを見せてますと、すごいよね、すごいね、今ではね、本当走りにの処理が持ってるらしいよ。で、これがね、その転売をしてると、転売をしてるという画像なんだけれども、この本ね、奥間さん買ったからわかるんだけど、これね、1650円だったんですよ、1650円、それがね、なんかね、この3200円とかね、3250円とかね、まあ、3000円以上オーバーの、ね、金額で売れてるんだよ。 おすごいねこれね1,000、ね、円近い利益出るよこれだけでね10冊買ったら1万円くらいの利益が出るっていうことのねでこれはメルカリでの転売状況なんだけれどもでこのねゲームに登場するアイテムなどをまとめた攻略本。 これが人気なんだよね。で、書店ではね品薄になっちゃってるんで、この転売価格が超高騰します。メルカリなんかでは、あの5月8日現在でこのあそう書いてるね、1650円の本がだいたい倍ぐらいの金額で取引されているという状態です。転売屋っていうのはたくましいね。で、集まれ動物の森は、えー、無人島を舞台にしたシミュレーションゲームですと。えプレイヤーは狸開発がプロデュースするえ無人島移住プランにえ参加して島で生活すると。釣りや虫取りを楽しんだり、キャンプ場を管理して で、コテージの家具を揃えたり、あと住人を増やしていくとかね。いろいろあるわけですよ。あのプレイヤーの思い思いの生活を楽しめるということだね。で、このね。攻略本はね。4月の28日ゴールデンウィークが始まった。すぐくらいかなに発売されて全部でね。これ超分厚いのね。これ1000ページあるんです。1000ページあってでこれね。中身ゲームの使い方とか遊び方がね。いっぱい書いてあって、えー、見るだけで楽しいと評判になっているそうです。で、それとさんね。あのこの攻略本ね。あの買う必要はないなと最初思ってたんですよ。あのゲームエイトさんとかさあのゲーム用のね。攻略サイト。 あるじゃないですかそこを見てればねもう全然ねあの何をすれば効率的とかとか全部わかるんですよ全部わかるんだけれどもただねクマさんこれ買って分かったこの本は楽しいもうねゲームやってなくてもね読んでるだけでね楽しくなっちゃうで先ページ分がある情報だから当然自分がやってないことも載ってるんですよもうねやりたくなっちゃうんだよねやりたくもう効率的かどうかじゃないもうどうやったら楽しめるかみたいなでも、ね、いっぱい書いてあるんですよもうねこれね本当にね楽しいもう延々見てるよもうクマさん子供と取り合いしながらね延々見てるよもうそれはね三千 でも買っちゃうわ。買っちゃうわ。だって。1000ページだもん。1000ページが1650て相当。あのあれだよ。あのなんだこう。価格抑えてくれたよ。本当にね。うん。 であのこのね面白い面白い攻略本ねあのこの本はネット書店はもちろんリアルの書店でも品切れが続いているとえツイッターには大型書店にも売ってない小さな本屋は自粛でお休みなどとえ本を手に入れられないユーザーの嘆きが集まってますということですね。うん、これね。あのねちょっと田舎に行こうちょっと田舎くまさんね結構田舎に住んでるんだけれども田舎の書店ねさっき見てきたらまだあったよ。うん まだあったよ、うん、ただね今ね転売でね高く売れるっていう情報が一気に広まってるから一気にまたなくなってしまう可能性があるからえ田舎に住んでる人急げ急げであと、えー、都会に住んでる人これを理由にねまたねあの田舎にねあのちょっと探しに行ったらねあのねコロナ警察のやつらにね石投げられると思うんでねもうねあの都会の人は、えー、振りマで3,000円で買ってくださいあそれクマさんねぶっちゃけ3,000円でも価値あるんじゃないってちょっとお前あのクさん転売してないよ転売はしてないよ転売してないんだけど 価値あるんじゃないっていうくらいに楽しんでます。はい。というわけでね、あのー、なんだろうね、テンバイヤー、動物の森の攻略版が面白いっていう話もそうなんだけど、テンバイヤーっていうのはたくましいなっていうお話でした。もう、マスクが売れなくなったら次は厚森っていうね、このマーケティング能力ね、他にも使えるんじゃないか、お前らとか思うんだけれども、まあ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 、まああのー、この動物の森面白いよ。テンバイヤーさん、なんかあれだねー、たくましいねっていうお話でございました。はい。では、熊さんの動画これで終わります。バイバイ。